日本関東地方東京都町田市、鶴間鶴間は東京都町田市の地名。現行行政地名は鶴間1丁目から8丁目。郵便番号は194-0004。東京都町田市南部に位置する。東は小川、神奈川県横浜市緑区長津田町。西は神奈川県山和市下鶴間。南は横浜市西役北町、横浜市西役五館目町。 北は南町らと接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、鶴間山丁目13番14の地点で21万9000円平方メートルとなっている。鶴間村、上鶴間村、下鶴間村周辺の2015年時点の区画、地区分割や編入も繰り返されているため、江戸時代の区域とは必ずしも一致しない。 律領時代には古代東海道が町内北部町屋に通っていて天野駅があったとも言われる。鎌倉時代には鎌倉街道上道、江戸時代には大山道や浜街道も通っていた。元は武蔵国多摩郡鶴間村。東村をはじめとする境川佐岩の各村の一部は近世初期まで右岸と同じ相模国高座群に属していた。鶴間は 現在の相模原市南区及び山和市にまたがって広がる地名である。1878年の軍区町村編成法による軍の分割で南多摩軍に所属。1889年、町村制志向のための明治の大合併で南多摩軍南村の一部となり、1954年に同軍町田町と合併した。この間、 1893年の三玉以下により、神奈川県から東京府に所属が変更されている。名前の由来は昔、鶴が飛来したという鶴舞の里から。下鶴間村は大三道の宿場町として、鶴間村は鎌倉街道や木の道の宿場町としてにぎわったとされる。鶴間はもともと現在の山和市、相模原市、町田市にまたがる広域地名となっていた。 現在でも各地域の名称として使われている。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急電鉄横浜町田インターチェンジ南町田病院鶴間公園。ありがとうございます。